テレビアニメ地獄楽最終回放送直前特番、一足早いお疲れ様か、お疲れ様、お疲れ様でした。俺たちの命がやめろやめろ、あと1時間切りましたよ。そんなことを言うな先生、うん、はい、ということで皆さんこんばんは。山田朝右衛門天才役小林雄介です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。山田朝右衛門主演役小林千佳弘です。よろしくお願いいたします。はい、タミヤ岩鉄最役稲田鉄です。よろしくお願いします。お願いします。出たこれ腕をね。はい、山田朝右衛門淵役市川葵です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、なんとも言えないメンバーですね。そうですよあれ、なんか主役がいない、主役がいない、主役もいないし、なんだったら僕たち絡んでないじゃないですか、うん、そうか、初めまして、初めまして、予想になりますもんね。まだ会ってないからね。そうなんですよ、なんかお疲れ様会というにはなんともちょっと面白いメンバーではありますけど、確かに一番ねぎらいたいやつが仕切ってるしね。そうなんですよ、一番仕事多いから一番多いよ。どうなくさせてくれないね、この作品ね、うん、いやいや、でもね、こういう会にも呼んでいただけて、うん、僕は本当に嬉しい限りでございます。いやいや、とんでもない。うん、ということでですね、この後23時からはテレビ東京でアニメ地獄楽の最終回が放送されます、うん、ということでこの番組は最終回放送前に一足早いお疲れ様回と題し、うん、甘いものなどたくさん用意していただきました。おお、目の前にいっぱいあるよ、はい、チョコレートこれらを食べていただきながらこれまでの地獄楽を振り返っていきたいと思います。はい、ということで僕たちの後ろに、うん、あのカウントダウンがありますね。命カウント、ね、だから番組ね、あのアニメが始まるまでに確実に終わらなきゃいけないですよね。そう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 、ちょっと久しぶりの押しちゃいけないやつですね、うん、生ですからね、うん、そうですね、うん、いやでもよかった、今日はなんか変に乱しそうな人がいないっていう意味ではね、うん、でもどうかな、これは何なの、乱すやつじゃないの。え、ああね、これね、うん、いやいやいや、これはもちろん、うん、ノンアルでございますよ。ノンアルですからね。本当ですか、うん、本当だよ、本当に入ってないんですか。でも信じられないかもしれないよ、本当だから。今のノンアルってこんなにあの、ね、それっぽく見えちゃうんですね、で泡がね、すごくいい感じだから、そうそうそう、ね、ノンアルっぽく見えるノンアル。あ、いや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 、見えるノンアル、ノンアルです、ノンアルです、うん、間違いなく、まあ、なんかせっかくなんで皆さんもね、何かグラス片手に、ね、皆さんは全然飲んでいいですからね、皆さんも自由に、自由にくつろいでいただいて、はい、我々も白と赤っぽく見えるけど、はい、コーラですからね、これね、これは緑茶です、はい、はい、大丈夫です。なんでみんなそんな嘘っぽいんだよ、ね少年誌ですから、少年誌ですよ。そしてなんと今回ですね、番組をご覧の皆さんにはプレゼントを用意しております、うん、おー、何でしょう、ということでこちらおにあります。すごいよ、数々の数がグッズが で、うん、あったり、あとは千葉博さんの左側にも、これもね、インテリアじゃないですよ、あげちゃいますよ、ね、え、この中のいくつかってことですか、うん、これを一つずつってことですか、うん、相当な人数にいけるね、丸々、全部全部プレゼントする、ポンポンポンとプレゼントする、何名かに全部、はい、じゃあちょっといっぱいメールとか読まないとね。そうなんです ね、 ですね、ということでこちらをゲットできる方たちは、うん、お便りを採用された方、うん、採用された方、そしてですね、メールを送っていただいた方の中からも、うん、抽選で差し上げたいと思います。読まれなくても、はい、読まれなくても、はい、みんな楽しみにしとけ、はい、なので何が当たるかランダム、当選者は発送を持って返させていただきます、うん、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。じゃあ、まあ、とりあえずね、うん、はい、せっかくドリンクも用意していただいたので、一杯から始めたいと思います。皆さんもご準備よろしいですか、うん、よろしいですか。それでは一足早いお疲れ様会、そして稲田さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。紫のケーキ、これ本当にケーキですか。はい、ちょっと不穏な感じがしなくもないですけど、ね、もう不老不死になりますから、歯もいっぱいだし、こんなところに戦薬があった。まあもしかしたら鼻かしちゃうかもしれない、鼻かしちゃう可能性もある。生放送でございます。本日7月1日誕生日でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、さっき楽屋で誕生日おめでとう言われたからもうないと思ってたのに。いやいや、二段構えです、それは。そうきたか。あそこでみんなしれっとしてたら本番あるなと思ったんだけど、うん、もうないと思ってた。ありがとう。ありがとうございます。そうなんですよ、実は。え、じゃあこれはあ、で切ってみんなで後でいただきましょう。はい、後でいただくということで。あと、あの、ね、あれですよ、公式で写真撮っておいてください。あの、こんな綺麗なやつね、うん、バースデーボーイ結構注文をつけてるね。誕生日だから、あんなケーキ見たことないもんね。いや、確かに。あんなからいない。さっき楽屋でもね、うん、楽屋でもガンフチムーブがすごかったの。ガンフチムーブ見た見た。そもそもそのね、うん、葵がね、はい、あの、うん、今日稲田さん誕生日当日ですよねっつって、うん、もプレゼントを渡し、そうそう、あの
大したものではありませんけれども。いやいや、美味しそうなお菓子じゃないの。甘いもの好きだってお聞きしてたんで、うん、選ばせていただきました。いやだからもうね、俺はそこで満たされてたわけですよ。誕生日はもう終わったなと。そうですね。でも僕があの和菓子だったんで、うん、よかったですね、洋菓子で。洋と和と、うん、そう、うわ、いい誕生日だな。よかったです。うん、よかったです。51歳だけど甘いもの全然食うからね。51歳すげー。いやいや、ありがとうございます、本当に。そんな、じゃあ誕生日を迎えた今田さん、改めてもいろんなところでもね、地獄楽の話はしてきたと思うんですけど、改めてどうですか、本日最終回を迎えるということで。いや、だからそういう意味でね、あの誕生日の日に最終回を、ね、放送してくれるっていうので、またちょっと思い出深い作品にもなったし、あとね、僕本当自分の勝手なジンクスというか、周期的なものなんですけど、僕、まあ51の年で、まあ、役者のキャリア30年目なんですけど、だいたいあの5年目10年目とか、5の節目で代表作と言われるものに出会ってるんですよ。へー。だからあの、まあ、51の年に地獄楽もやってるんで、これが俺の30年目の代表作だなという実感はありますね。ちょっとありがとうございます、うん、どうしよう、なんか締めのコメントみたいになる。ということで放送お楽しみに。実際このあの収録の時って、まあおそらくフチとは同じ時間帯でやってた、うんうん、そうですね。どんな感じで撮ってるんですか。もう他チームが、僕たちもこっちでしか撮ってないから。確かに、そう、分かんない分かんない。まあでもね、作品は殺伐としてるけど、ね、和気あいあいとみんなでね、雑談しながら、そうですね、仲良くやらせていただいてましたね、うん、逆に僕はずっとあのお二人の収録見てないので、毎回時間もね結構違ってましたよね。違った、うんうんうん、そう、どうだったんですか、ね、それこそ ね、天座は大変でしたから、ね、大変、ね、大変でしょ、二人。我々はまだそんなにね、そう、まだなんかすごい戦いしてないから、そうなん、割と今日へのモチベーションは結構高い派ですよ、ね、そうなんですよ、そうか、そうそう、まあ、お疲れ様感が一番強い。そうですね、まあ、もう疲れてますよ、そりゃ、まあ、でもなんかもうぶっちゃけた話をすると、うん、まあ、天座、うん、アニメ中では2話しか出てなかったんですけど、そのうちの1話は小市誠さんと一緒にとって、うんうん、その次のあのね、僕がバイバイする時も、うんうん、なんと小市さんと二人で撮っていて、そう、あ、そうじゃあ先生とは、先生はね、別日だ、別日だったんですよ。先生は、あらららら、じゃあ別日だった、あんな感動のやり取りは。そう、感動はだから僕一人でやっぱり二人の声を聞きながら、あ、こう、そうか、声優ってすごいね。プロやなっていうふうに思った、うん、一緒にいなくてもあんなにね、がっつりな芝居が、やっぱまあ心は一つだったってことなんですよね。あ、それは一回待ってないけどね。先生、目が泳いでますよ。おということで、今回は最終回の直前までこのメンバーでお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。飲んでいいんだよね。飲んでいいです、はい、飲んでいいです、飲みましょう。まあ飲みましょうね。あ、全然、ほんとお菓子とかも適宜つまんでいただいて、うん、はい、ありがとうございます。めっちゃ商品名出てるけどいいんだよね、カントリーマームとか。全然大丈夫でしょう、はい、チョコパイもいいんですね。チョコパイもいいね、美味しい、美味しければいい、うん、それでは早速最初のコーナーに行きたいと思います、はい、お願いします。地獄楽名シーン振り返り視聴会。さあ、今回は出演キャスト、そしてスタッフの皆さんにもお伺いして、うん、アニメ地獄楽の名シーンをアンケートを取らせていただきましたので、はい、そちらの選んだシーンを一つずつ紹介していきたいと思います、はい、それでは早速で恐縮ですが、まずは私、うん、小林が選んだ名シーンからご紹介させていただきたいと思いますので、はい、こちらをご覧ください、どうぞ。なんで見捨てるんだ、俺は戻る、金だ、これが天座の望みだ。でも、だからって先生だろ、弟子なんだろ、それ以上だ。志を同じくする仲間だ、彼の塩とすら覚悟、無駄にできるか、今は奴に勝てない、あのままでは全員死んでいた、一旦引くしかなかった、だが必ず落とし前はつける。いやー素敵なシーンでしたね。一発目に選ぶシーンじゃないよ、逆に、そうですね、いきなり答え、もう最後に選ぶシーンでしょ、うん、こいつさん、なんでこのシーンを選ばれ、あれ、お気づきになりました。
びっくりした女子がいるびっくりしたお野郎の会だったはずなのに、ね、こんな猛獣ども猛獣どもの檻にようこそはいお邪魔いたします、はい、まさかの小市さんが駆けつけてくれました、間に合ってよかったです視点ヌルが揃ったね視点ヌル揃いましたよ ありがとうございます揃えていただいて、何ですか内定メイク崩れてないですか大丈夫だと思いますもういいシーンだったな早すぎるいや見てなかったでしょ一生懸命椅子とか入れたり、ね、飲み物とか バタバタしてたからこちらにねはいお疲れ様でしたありがとうございますお誕生日おめでとうございますありがとうすごいシュテンネル3人とも同じもの飲んでるそうです、はい、素晴らしい一応確認ですけどそれは、うん、ノンアルコール、よかったでございます極めて味は再現しているすごいですね今ってもうこんな再現度が高い、うん、高いんですよ、そうなんですよさあそういうことで今回ね8話の、はい、天座の後のシーンですね、はいはいはい、逃げていた2人の、うんまあ、シーンを選ばせていただきました、はい、今年はなぜいややっぱり、まあ、もちろん自分が出ているシーンっていうのも大事なんですけど、うんうん、その命をかけて、うん、あの逃がした2人がその後何を思っているのか、うんまあ、やっぱ当の本人は分かりえないことじゃないですか、うん、それを、まあ、僕は天座の代わりに見ていて、うん、こんなに涙を流してくれてるぞこの2人がっていうのを、うん、なんか見届けたことの嬉しさ感無量さっていうのがあって、うん、いやいや本当にアフレコ現場でも多分自分がやってるシーンの時は、うんまあ、もう本当いっぱいいっぱいでやってるんで、うん、大丈夫だったんですけどその後のヌルガイの泣き声を聞いて泣いちゃいましたから嬉しいですいやでもなんかそこまでやっぱヌルガイとして持っていけたのは、うん、すごくあのゆうすけさんの天座のなんかこの思いだったりっていうものが、うんうんやっぱアフレコ中に感じてましたよねそうだね俺もすごいビンビンに感じてましたもんねビンビンに感じてたよ届けって思ってましたからね届いた届いた届いたよかったですヘッドホンからねヘッドホンからそうそうヘッドホンから直接、うん、届きましたちゃんとそうなんですやっぱそのおかげでやっぱそこまで、うん、涙も流せたなっていうのすごい思いますねいや嬉しいなんかこのシーンをねちゃんとこのシテンネル3人で見れたのがちょっと嬉しかった、ね、確かに嬉しいですそうだねありがとうやっぱ最後に持ってくるべきだったよ確かにちょっとね、あの小石さんが入ってくるタイミングの問題もあったんで、ね、早く来てほしいですすいません、ちょっと早く来たい来たいって思いますよしょうがない、だったらいいやはい、ということで僕からは8話のシーンを取り上げさせていただきました、はい、ありがとうございますさあ、続いてはじゃあ、ちかひろさんの選んだシーンをお願いいたしたいと思いますはい、こちらです、どうぞマジの風呂じゃん最高なんとかしろあの女僕は無理ですこいつもやけに従順だなまあまあ休める時に休んだ方が賢いってなんなら一緒に入る断る本体はねサーギリンだって入るのにリンあくまで監視のためですセンタとのはやりづらいでしょうし一時役割を交代しているだけで本来のお役目を忘れては、いませんダメだここまでの疲れにこの湯船は抗えないズーズーしく押しかけた上にこんな風にくつろぐなんてああ、身拭いですか ありがとうございますなんか懐いてんね喋れないのかしらはい、ありがとうございます素晴らしい攻めましたね攻めましたやっぱりあのお風呂っていいなって思いますねえいこれが先の方が良かったんじゃないですかあそうこれの後こっちの方が良かったねそうですけど台無し台無しでもないでもねジャッさんが一番力強く拍手してました、ね、だって俺も一番に選んだいやだからね取り合いでしたね男4人だから、うん、なんかね本の赴くままのシーンを選ぼうと思って俺も選んだんだけど俺の選んだシーンが違ったから、うん、第3希望だったから
なるほど。どういうことダメだったのかなと思ったら、うん、俺と一緒のスケベがいたわ。まあだから要するに僕が一番スケベだった。全部被ってくれたね。いやいやでも尺も、ね、長かったこの作品の大事な要素でしょ。まあこの作品の大事な要素ですね。ね目が泳いでるパートで、でもなんであえてこのシーンを選んだのか、まあ、ちょっと具体的な理由を聞きたい、ね。まあ、別に僕はスケベなのは置いといて、うん、ちょうど7話のこれ放送されてる時に、うん、僕も結構日々の疲れで疲れたなって言って、うん、近所の銭湯にね、うん、こう行って、うん、なんかこの湯船に入った時にもうなんかもう全てがどうでもよくなる感じを体験したんですよ。でその後だったかその前だったか忘れたんですけど、これを思い出して、うん、あなんかこの地獄楽で彼ら彼女らが、うん、休むのが初めてここなんですよ、うん、確かに。そうだからそれまであんまりみんなって日常の会話とかもしてないし、うん、ようやくリフレッシュできたなっていうところで、なんかすごく気持ちが分かって、うん、あこういうのいっぱい見たいなと思っちゃったんですね、うん、そうこう日常会話みたいなのも大変な時だから、それが一番の理由なんですよ。ちゃんとしたこと言ってるな。ちゃんと本当にそれが一番の理由なの。確かに欠かすこともできない。でもね、うん、これのおかげで地獄楽の極楽湯とのコラボが決まった可能性ありますからね。そう、可能性もありますよね。僕これの前、うん、極楽湯で一風呂浴びてから来ました。あ、そうか、ちょうど来た時に。すごい。直前までの入ってた。直前までガビ丸の湯に入ってましたから、紫色の湯に。紫色だった。すごい。ね、やっぱお風呂入っとくべきですよ。こういうコラボもあるから。うん、現在コラボ開催中です。開催中でございます。ぜひ行ってみてください。俺も多分もう2、3回行きます。はい、会えるかもしれない。平田さんに会えるかもしれない。フードを頼むとシールもらえて、ビンゴみたいな用紙をもらえるんですよ。でそこに貼っていくとコースターを何枚かもらえるんですよ。だからちょっとそのビンゴ埋めたいんで。また何回か行きます僕。いいですね。じゃあ稲田さんに会えた時は気軽にじゃあぜひお声掛けください。一緒にガビ丸のに入りましょう。お待ちしております。お待ちしております。もう資材人みたいなおっさんと一緒に入ってたから今日。おお。みたいな。いいですねそれは。資材人みたいなやつしかいなかった。おお。さっきの二人みたいな人は当然いなかったから、ね。めっちゃ怒られず。資材人みたいなおっさん。じゃあ続いてはその稲田哲さんが、はいはい、選ばれた名シーンを紹介して。希望はもう通ったから何でもいいよ。第3希望。はい、それじゃあ V 振りの方お願いできますか。はい、第3希望スタート。俺は不老不死になりてえのさ。まさか仙薬を自分で服用するつもりですか。ちげえよ、言葉通りの不老不死など退屈なだけだ。天下に轟く異形をなす。さすれば俺の名はよよ限りなく語り継がれ伝説となる。この民や岩鉄祭の名は老いず死ぬこともない。今まさにこの姿がこの言葉が絵となり文字となり途方もない先の時代に残る。これぞ誠の不老不死だ。本当に途方もないですね。結構俺は本気だ。でお前はどうする。なんとかえもん、俺は決めたぞ。浅江門です。古代じみたロマンには興味ありませんが、不死の生態には大変興味がありますね。ある意味これで岩鉄祭の、その言いたいことは全部言ったんで、もう完全に死亡フラグは立てた。やめてくださいよ。いやフラグ立てちゃう。大体こういうこと言うやつ死ぬからね。まあ、特にこの作品は。この作品はね、特にね。だからね、最初で最後の活躍かもしれないんで、ね、入れときましたよ。岩鉄祭のカウントダウンという。そうですね、ある意味。あ、なるほど。やば、あと40分か。みんなありがとう。始まった途端に、急に首が突っ込んでる。51歳の代表作、1日で終わっちゃった。もう少しやりたいな。ね、へし折っていきましょう。その下村、へし折ろうよ。豪快な男だから。でもね、ここの10話に来るまでで、フチと岩鉄祭って多分1話分ぐらいしか出てなかったですね。そう、前半の方出て、ちょっと間空いてね。そうですね。本当ようやく出てきたかって皆さんも待ち望んでたと思う。それが死亡フラグになっちゃうんですか。いやめろ、一回死亡お疲れ様会だぞ。やめよ、暗い話。そっちのお疲れ様じゃないの。でもこの作品油断ならないからね。
確かに。そうだって2回で死んでる。そうだよ。誰もちゃんと言わなかったのに。ね、今日こすりに来たのか。あんな素敵な涙流した人が2回で2回で死んでる。軽くネタにしてるからね。もっと生きててほしかったって言うんですよ。願いを込めて2回、ね、1回で死んだ人とかっているんだぞ、ね、そうよ、ね、まだ恵まれてる方だぞ。そうです、ちょっとこの空気をなんとか払拭したいんで、はい、次は岸川君の方から、うん、はい、名シーンをご紹介いただけますか。はい、僕が選んだシーンこちらです、どうぞ。今ならわかる、迷いながら進む彼女の強さが、より強くより弱く、腕にまとった虫一匹一匹の刀、その意志や方向がわかる。まるで一滴の水が周囲とぶつかり大きな波紋を作る様がわかるようで、忍術違う、こんな芸当が見る人間、まるで天使。もうお主の勝ちはない。これでようやく天仙様と同じ土俵か。この短い間に他を感知しただと、かっこいい。さあ今回第11話ガビマル覚醒シーンということで、はい、ご自身のシーンではなく、僕のシーンではないんですけど、うん、やっぱりこの物語においてガビマルの成長ってすごい著しいと思ってるんですよ、うん、で第1話から経てずっとこうあんまり人に心を開かなかったガビマルが自分の弱さを認めて、まあ、タオっていうこの地獄楽のお話の中でもすごいキーになるものを身につけて、これから天仙様とどう相まみえるのかみたいなところの覚醒が一番見えたシーンだったので、うん、バランスを見て選ばせていただきました。そうだよ、お仕事ができる、すごい素晴らしい、まあ、一応あのメインの通訳も淵はね、うん、してああ それがあのきっかけにもなってますんで、引いては淵の功績ということで一つよろしくお願いします、はい、主役2人がいないこの場で下手したらこういうシーンが選ばれないかもしれない。よかった選んどいて、とね、バランスを見てくれて助かったら、素晴らしい、ごめんね俺たち自分たちの欲望、ね、欲望まみれでごめんね。いや本当ですよ、もう女性に目がないんだから。いやいや、おお俺より上手い奴らが両脇にいる。あれ今日一人一回じゃあちょっと乗るまで。あーいいよ、オッケーオッケー、名ギャグ、オッケーオッケー、名ギャグ、名ギャグ、名ギャグを。まあでも本当にタオというものが出てきて、今までもやっぱ全員資材人も浅右衛門もやっぱ強い人たちが残ってるじゃないですか、うんうんうん、そこからさらにもう三次元的に強さの、ね、うんうん、あのプラスアルファ具合がこれからどういう風になっていくのか、ね、なんかより分からなくなりましたよね、今後の展開がどう使えるかが変幻自在すぎて、うんうんうん、だ相性によっては力の差を、ね、あの上回ってしまうかもしれないから ね、 でもね、知れないので、はい、やっぱり、ね、バトルの部分も大注目していただきたいと思います、はい、うん、さあということでここからは、うん、スタッフさんに選んでいただいたシーンをご紹介したいと思います、ね、うん、はい、まずは監督の牧田香織さんが選んだ名シーンがこちらです。足はここまで弱くなったのか、このままじゃ生き残れん、こんなに弱くては妻に会えん。それは弱さじゃない、強さの種よ。何も感じないなんて、ただ目をそらしているのと一緒。自分の情から逃げないことが強さだと思う。情を貫くことが真の武勇です。それだけは言わせてもらいます。あなたのおかげで自分の情に向き合えたから。いいシーンだ、うん、はい、こちら第3話サギリとガビマル強さの種のシーンでしたね、うん、なんとコメントもいただいております。3話は初めて新選教の様子を描いた話数だったので、うん、全体的に印象深いですが、うん、サギリとガビマルが互いに影響し合って変化していく最初の段階を見せるこのシーンは、音楽もお芝居も素晴らしく印象に残っています。お、音楽もお芝居もって書いてあるけど作画も良かったよね。いや、そうですよ。いや、あの鞘の傷とかがいかに、ね、修行してきたのかみたいな物語るし、うんうんうん、ね、これはもう全てが素晴らしいシーンですね。うん、
ぱりガビマルがただ冷酷なだけじゃない、うん、人の心が実は奥底にはあるっていうものを教えてくれる、そんな大事なシーンでございました、うん、まあ、ここをきっかけに、ね、それこそタオの目覚めにも少し影響するところがあったので、そうですね、ということやっぱいいですね、なんかスタッフ目線、ね、聞いてみたいよね、すごく面白い、ね、そしてじゃあ続きましてもスタッフさん、はい、こちらはシリーズ構成の金田一明さんが選んだ名シーンとなっております、はい、ご覧ください、こちらです。図星ですね。なぜ自らを偽るのですか。処刑で死ねなかったのは彼女への思いがあったからでしょう。性に執着がないなんて、そう自分に言い聞かせているだけではありませんか。黙れ。執着などない。お前に何がわかる。わしの生きた世界の何が。はい、こちら第1話になります、うん、もはや結構前の気がしてきますが、あ、でも俺たち最近振り返り放送やった、そうか、できました、ある意味新鮮、お、何度も見ちゃうね、いいシーンだから、こちらもコメントいただいております、はい、非常な忍びが実は妻への深い愛情を持っていた、ガビマルというキャラの魅力を最初に知るシーンだけに思い出深いです。やっぱりこうガビマルみたいなキャラクターがこう、うんうん、自分のこの感情を出すシーンっていうのはどれも印象にやっぱ残ってくるんだなっていうのはすごく漫画の時から印象に残るなっていうのは思ってたんですけど、よりアニメになってこうね、音楽とあとお芝居とそしてやっぱ作画がついて、なんかこうよりこうおってくるものが、おってくるものがすごいね、すごい浴びてる、なるほど、確かに1話の本当最後のこう畳みかけというか、ガビマルの感情的なシーンもしっかり、その忍術も出てきて、なんかバトルにもすごい期待が持てそうっていうものを本当最後のところでブワーッと一気に出して、一気になんか視聴者の皆さんの心を掴んだ感じがしたし、それこそね、先行上映会にも僕たち登壇させていただいて、その時もやっぱそこら辺の話で盛り上がった気がします。確かに炎綺麗でしたもんね。そうなのよ、色がね、色めちゃめちゃ鮮やかで、そう、新選挙と一色彩にもすっごい力が入ってるなって、いや思いますね、すごいよね、ということで島も綺麗ですもん、島綺麗で、急に極彩色になってね、確かに綺麗すぎて逆に気持ち悪いっていうのがまた ねそれがいいんですよ ね灰色がかった日常からの非日常のカラフルに行くっていうね、確かに、いやこだわりがすごいなって思いますもん、全てにおいて、はい、ありがとうございました、ということでじっくり振り返ってきました、以上、地獄楽名シーン振り返り視聴会でした。さあ、ではここでもう一つコーナーをやっていきたいと思います。はい、古今東西地獄楽ゲーム。いきなり、いきなりね、この後絶対シリアスな最終回あるはずなのにさ、ね、確かにのんきにゲームなんかやつ大丈夫ですか。なぜですかということで、まあ、これから出すお題に対して演奏する単語を山手線ゲーム方式で答えていきます、なるほど、皆さん愉快に手拍子しながら答えてください。愉快に、はい、そうです、間に合わなかった、また回答間違いはその場で失格となります。失格、うん、なるほど、ちなみにこれ別にじゃあ残った人はご褒美があったりとかは、ある、カントリーマームを持ち帰っていいとか。あれ、稲田さんの誕生日ケーキ一人占め。あ、なるほど、よし、じゃあ俺負けたら潔く、主役食べれない、これね、接待古今東西、みんな俺に勝たせよう、勝たせよう、勝たせよう、一人ねえからいいよ、誕生日初日に敗北を知るのももう皆さん名誉のためだけに頑張っていきたい、よし、頑張ろう、はい、それでは最初のお題は、はい、古今東西ガビマルの良いところ、いいところ、いいところ、悪いところもいっぱいあるやつだからね、そうね、いいところ、いいところね、どこをいいところとするかね、でも我らまだ出会ってんだ、あとガビマルとキャラ的にはそうなの、まあだからもうね、とりあえず思い、とりあえず思い、まあ読者として、あと見た第一印象でね、そうですね、なんか見てる人がそうそうって納得してくれればしてくれればそれでいいわけです、納得させなきゃいけないですね、まあ一応ね、それはちょっとってのが多かったらちょっとな、あーなるほど、まあ一応スタッフが止めるか、まあ噛んでもうそのままズドンってなっちゃうまでは、やってみますか、わかりました、はい、それじゃあまずは僕スタートで僕からどん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 回っていく感じで、はい、そっちまで行ったらこっちまで、わかりました、はい、
はい、俺さこれやったことないんだけど、最初ってどんな掛け声なの？え、ここの東西なんとかガビバルのいいところパンパンパンなんとかみたいな、うん、じゃあでそれ行こうか。よし、それでやろう。急に陽キャなゲームになりましたそれではその際に地獄になってから、うん、はい、ここの東西ガビバルのいいところイエーイ強い火が綺麗若いのに一人称がわし意外と素直テンパいい声してる妻思いかわいい。あいつ蹴り結構容赦なかった成長する。おクマが結構チャームポイント。あ、肌が綺麗確かに涙も綺麗あっケーキが遠ざかった、はい、稲田哲さん失格。一気一気そういうゲームそういうゲームですか、はい、改めてノーアルコールです。ノーアルコールでもコーラ一気のがきついな確かにこの後のゲームに響くな。確かに確かに、うん、え、待って待って、これ同じお題で続けんの？え、じゃあ違うお題を違う、え、言います？ごめん、行きます。それとも出るところまで、出るところまで、できるところまで。だガビマルを褒め尽くしたら次のお題。そうそう。俺を省いて。省いて。なるほど。それじゃあ、はい、続きの葵から。はい。じゃあ行く？改めてここの東西ガビマルのいいところ。イエーイ。寝なくても平気。タオの習得が早い。蹴りが早い。先人とのコンビがいい。ねえ、市川葵失格。うわー、マジか、マジか。みんなでもちょっといいですか、審議。なんでしょう、なんでしょう。何蹴り多くないですか。だってガビ丸といえば蹴りよ。そうでもなんかこの蹴りのジャンルがちょっと似てる気が、蹴りが強いとか。俺がさっき蹴り強かったさ。速度が速い。あれ、これ審議入りますもしかして。いやいやいや。これは誰？どうですか。強さと速度はそりゃね。なんね、どうですか。蹴りはなし。これから蹴りは蹴りはなし。あー、許された。パンチのみ。あのみね、猪木ありせんみたいなルール。蹴りなしで、蹴りはなし。寝っ転がった状態の蹴りはありです。ありキックはありです。はい、心の準備よろしいですか？はい、参りましょう。ここの東西、ガビマルのいいところ。イエーイ。タフ。パンチが強い。炎が綺麗。さっき言った。さっき言った。あれ炎綺麗言いましたっけ？俺火が綺麗って言った。一番最初に言った。火が綺麗って言った。でもね、俺ね、先に負けた方が幸せな臭い正直もう気楽だよね。めっちゃ気楽だね。でも指定対決っすよ。いや、そうです。指定対決。どっちの方が。これで13話の内容が変わる可能性もある最後助けに来たのね変わるんですか。変わるかもしれない。いないかもしれない、うん、天下が来るかもしれない。意外と天下が助けに来てるからね。じゃあ、行きましょう。行きましょうか。はい、ここの東西ガビマルのいいところ、イエーイ。多分3週間めっちゃ見せ場ある多分最終回めっちゃ見せ場ある。イエーイいや、思いつかんよもう。でつく強いね、強くなったわ強いですね。強くなったね。免許改伝ですか。免許改伝バース13話で最初に助けに来るのが天座になってます。あのスタッフさん急いで差し替えてください。あと26分ある、うん、なんだったらちょっと放送遅らせますんで、はい、ということで、はい、1回目の勝者は僕ということでありがとうございます。はーい、いやーすげえわ。でも集中力使ってもう後頭部痛えもん。もういやそもそもガビマルそんないいとこないよね。やめろ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 。主人公やぞ。そうですよ、いいとこまみれ。まだね、確かにまだいいところっていう意味では見せきれてないところはありますけど、あるかもしれないけど、悪いところだったらもう一周受けてるのに。いやいやいや、目つきが悪い。目つきが悪い。いや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 、蹴りが強すぎる。蹴りが強すぎる。同じこと言ってる。肌が綺麗すぎる。妻にデレデレしすぎるとか。今のが全部悪いところにも転ができるからね。なるほどなるほど。紙一重です。はい、ということでまだ時間があるので、はい、もう一周したいと思います。なんと、はい、オッケー。続いてのお題はこちら。古今東西、新選挙に持っていきたい武器。おお、これ全然いけるんじゃないか。これはこれはね、個人の感想ってことでいいですか。そういうこと。なるほど、うん。だって武器でしょ。武器を道具とか名前を知っているかゲームに。でも道具を武器にしてもいいんじゃない。
うん、おなるほど、うん、あーなるほど、じゃあ自分が武器にできそうなものだったら何でもいい、はい、なるほど、なるほど、ね、あ俺も究極の武器を思いついちゃって、おー楽しみ楽しみ、誕生日スペシャルですね、それが、うん、というかもうそれしか思いつかない、なんと2周目きついね、めっちゃ嘘でしょ、一発目でみんなと散ってほしいね、OK、 あーわかりました、一発目進めてください、これもちょっとすいませんが僕からスタートいきますなので、わかりました、回りたいと思います、それでは古今東西新戦況に持っていきたい武器、イエーイ、刀、槍、銃、除草剤、拳、斧、なっ、言えなかった、近藤さん、拳がちょっと気になるんじゃない、ね、その前の除草剤と拳ででもさ、俺絶対除草剤じゃねえ、絶対、あの島にはね、うん、草枯らせばもう怖いもんないよ、あいや怖いもんないから、怖いもんないけどさっきは別にあの何もしてこない、天仙様に除草剤効かないか、効かない、あれあれ植物みたいなもんじゃないの、あ確かに、そうだけど、でも行きの船でそんな除草剤持ってこうやって持ってたら嫌ですよね、いやもうそれしかもう、それしか考えてない、除草剤マッコとしか考えてないから、ね、マッコとしか考えてない、そう、そっか、まあ、ちょっとあの時代に除草剤というものが存在したかどうかは、あ真偽ですか、はい、あ確かに、いやでも、いやでもまあ言えなかった人が失格なの、そう言えなかったやつがまずダメよ、黙りました、はい、うん、それでは2周目参りますよ、はい、はい、古今東西新戦況に持っていきたい武器、イエーイ、小池さんから、えハサミ、オス、オス、オス、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 いやだから素で葉っぱとかを枯らすの、葉っぱから離れましょう、枯らす方法じゃない、いや俺はもうね武器ですよ、武器、いや天仙様を倒すことしか俺考えてないから、いや天仙様お酢聞きますかね、いやだってどっちかというとラーメン食べるためのなんかさ、いやいやいや俺は植物を枯らすことしか考えてない、はい稲田さん、どうぞ、いいアイデアだと思ったんだけどな、面白い、まあ、もしかしたらね、単に混ぜればいけるかもしれないですね、ああなんか優しいな単にお酢混ぜる、単にお酢混ぜればささやかな抵抗だな、口の発明の力があればいけるよ、いけますね、いけるか、いけるか、じゃあそんな口から始まる応援するよ、はい、口からね、はい、参りましょう、古今東西新戦況に持っていきたい武器、イエーイ、枝切りバサミ、スタンガン、お、毒、あれあたっさんだ、今毒って言おうとした、やった思考を読んだ、思考を読みました、これが怖かった、目の前で使われるともう浮かばないよね、浮かばないですね、そうだよな、でもこれ早めに脱落しといた方がいいっすね、そう超楽、気持ちめっちゃいいもん、人数少なくなったら地獄、あとは何の癖つけることしか考えない、そうそうそう、もう武器だと言い張るしかない、それじゃあ小池さんから参りますよ、はい、はい、古今東西新戦況に持っていきたい武器、イエーイ、カミソリ、鎖鎌、斧、あ、ちょっと、いったー、あーもうダメだ、ゆうすけくんが言ってたね、はい、カミソリ、カミソリ、カミソリ、指に挟んでシュッシュってやんの、まあそうですね、昔のスケバンみたいな、もうこう、全員指に挟んでこう強贅沢な使い方、ヒゲをこうシュ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 みたいな、枝の形を整えてあげたりして、確かに確かに、息伸びさせてください、速筋してくれるから、お願いしますよ、どうですか市川さん、あ、ね、勝者の気持ちは、勝者の優勝、いやなんかぬるっと勝っちゃいましたね、余裕、余裕ありますね、余裕です、まだまだ武器に関しては僕詳しいんで、確かになんか一番まともな武器を上げてた、武器らしい武器をね、まあ、枝切りバサミだけちょっと鉄さんの意思を継いで、ありがとう、やっぱ葉っぱを攻略しないとね葉っぱ、そうですね、うん、はい、うん、はい、ということで、はい、ゲームはここまでのようです本当一番疲れたな、いや、すごい消耗しましたね、消耗しました、何かを、なんでこんなゲームがあったのか、うん、最後まで分かりませんでした、うん、でも楽しかった、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 楽しくはあった、うんうんうん、はい、ということで以上、うん、古今東西地獄楽ゲームでした、それではここからはですね、リスナーの皆さんから募集したアニメ地獄楽の感想メールを紹介していきたいと思います、うん、はい、教えてちょうだい、はい、お題は私の思う地獄楽名シーン、はい、そして読まれた方には景品をもれなく差し上げます、はい、ということで、じゃあまずは私から参りましょうか、はい、はい、それではこちらご紹介します、はい、市川葵様、稲田哲様、はい、小林千佳弘様、はい、小林雄介様、
こんばんは。シークレットだからね。シークレット。ありがとうございます。地獄楽原作者の賀来裕二です。おお。いきなり。さっきツイッターであのメール書かないって言ってたけど、くださいって言ったら書いてくれた。本当に書いてくれたんだ。すごいよ。いきなりちゃんと投稿に送ってきた。見てますか。ありがとうございます。見てます。もれなく景品当たりますね。先生のことじゃ。今度ガンテツサイぬいぐるみを送りましょう。送りましょう。まずは一言、お疲れ様でした。ありがとうございます。スタッフ演者の皆様が事故もなく無事に今日の放送までたどり着けたことが本当に嬉しいです、はい、まだアニメの放映前、皆様と食事の席をご一緒させていただいた際に、この制作人ならば地獄楽という作品をお任せできると思ったのですが、やはり間違っていなかったとかみしめているところです。とりわけアニメ地獄楽は声優さんの生々しい演技、熱に恵まれた作品だと思っています。飾らずに言えば、うわキャラ本人の声じゃんとマジで何度も何度も驚かされました。はい、さて私の思う地獄楽名シーンですが、月並みな表現で申し訳ありません。僕にとっては全てのシーンが、名シーンです。はい、そうでしょう。ですがあえて挙げさせていただくならば、キャラクターが立つ瞬間は作者としても生みの喜びが多く印象深いシーンばかりです。山田朝右衛門淵が岩鉄祭に刀を向けて短歌を切るシーン、岩鉄祭が不老不死の持論を吠えるシーン、天座が声にならない声を叫ぶシーン、そしてそれを受け走り去るシオンが悔しさと怒りを吐き出すシーンなど、どのシーンも皆様の生々しい声のおかげで原作以上にキャラが自立したシーンになったと思っています。きっとメンタルフィジカル両面での苦労が絶えなかったことと、想像します。改めて本当にありがとうございました。感謝の言葉しか出てきません。長々と失礼いたしました。この後23時からは僕もいつも通り一視聴者として最終回の放送を楽しませていただきます。お疲れ様会らしくお酒を片手にということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。先生に乾杯。先生に乾杯。素敵な原則ありがとうございます。一緒にね、気配斬りしましょう先生ね。先生が挙げた名シーンがまさにさっき我々が選んだシーンのね。そうなんです、挙げたシーン、ね、うん、嬉しい。お風呂シーンは入ってなかったけどね。そう、あ、お風呂シーンも入ってなかったのか。さすがの先生も、さすがの先生もちょっと恥ずかしかったのかな。先生が書いたんですよ、うん、ね、でもそれこそ、ね、毎回新規の絵を描いていただいて、放送前に盛り上げていただいたりとか、ね、そうなんですよ。今日も上がってたよ、さっき見たら。あ、そうなんですね。まだ見てないですけど。本当それこそ先生とお話しするだけの回とかもね、ねえ、ね、それも設けられたら、みんなまだまだ聞きたい話いっぱいあるもんね。そうなんですよ、ね、そういうのもね、未来的にはできると信じて、うん、はい、先生顔出し NG なのかな、声配信とか来てくれない。あ、どうなんでしょうね、声のみとか、うん、ね、あの、ね、カメラの向こうにも座ってて、先生どうなんですかって、あ、みたいなね、なんだったら声加工してね。でも全然以前お話しさせていただいた時もすごく流暢にお話しされて、ね、うん、だと思うので、きっといい回になると思う、ね、話したいわ。はい、それじゃあ続いてのご紹介参りましょう。ちかさん、はい、私の思う地獄楽名シーン、ペンネームエリーさんからです。私の思う地獄楽名シーンは12話のシオン先生の登場シーンです。センタがはなかしてしまい、サギリとユズリハも先の戦闘で疲弊して天仙様にやられてしまうのかというところでのシオン先生の登場、かっこよすぎて涙が出ました。8話もそうですが、ピンチに駆けつけるシオン先生は最高にかっこいいです。かっこいい、本当登場の仕方がいちいち美味しいですよね。確かに、どっちもかっこよかったですもんね。その頃主人公は鼻血吹いて倒れてるんです。倒れてるんです、ね、絶望的な状況でまだヒーローがいたっていうね。ケン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 。でその流れでエンディングに入ってさ、エンドテロップ見たらさ、名前出てないんだよね。そう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 。だから正直12話で最後に出てくること知らなくて、普通に放送見てて出てきたわ。台本見てないですもんね。そうそうそう、ズバズバ切っとると思って、いや、そこでね、ザとか入ってたらね、そう、ね、出てたのにね、そうそうそう、無言で切っちゃったから、ね、無言で切っちゃったから、達人すぎるから、ね、達人すぎるから強すぎたゆえに、うん、余計なこと言わないからね。そう、それが ね、美しさでもありますからね。いや、かっこいいんだ本当に。ありがとうございます。よかったですね。かっこいいよね。じゃあ続いてはこいつさん。はい。お願いします。ペンネームにゃおみさんからいただきました。ありがとうございます。第8話、天座とヌルガイの可能性の婚礼シーンです。
一瞬のカットでしたが、私はたまたま8話のラスト3分だけを見て大号泣、うん、小林千佳弘さん、小林雄介さん、小市誠さんの演技に胸が締め付けられ、一瞬で物語に引き込まれました。直後にコラボカフェへ行き、その足で全巻購入、アニメも追いつけたところです、ということで、あのシーンで全部掴んだんだね。いやー、婚礼の、うん、婚礼のシーンで、いやあれはね、あれ良かったです。良かったよ。いやだからずっと、うん、なんかこう向こうに来てくれって言ってても、うん、まあ、まだ早いっすみたいな感じだったのに、うん、いやちゃんとその未来も考えてくれてたんだっていう、うん、ちょっと好きになってくれてたんちゃうみたいなところが、うん、エモいなって、うん、そうですよ、はい。本編見終わった後のエンドカードもあれだったもんね。いやー、そうなんですね、あそこで私また泣きました。また泣いてるからね。エンドカード誰あれ選んだの。いい仕事するんだから、ね、いや本当にそうですよ、こののスタッフはよ。そう、しかもちょっと後々聞いたすごい話が、うんうん、確かオープニングダメみたいだ。言っちゃダメ。あ、そうなんだ。どっかで話す機会設けてください。いつか言えるかもしれない、うん、じゃあこれは話が今は取っとこう。今は取っとこう。確かにあの話いいですよね。あの話はね、これは生殺しじゃん。めっちゃ生殺し。ちょっとじゃあ今日は潔くあげましょう。今日は言えないけど、そうそうそう、絶対作ってください。いつか言える、あの時の話だよね、うん、オープニング点々点だけ皆さんね、聞いてるので、じゃあみんなオープニング何度も見るんだよね。もうそれでね、考察して分かった人はもうすごい。いや、よかった、ちゃんと分かる人いて、ね、止めてくんだけ言ってたよね、言ってた言ってた、ってたアップね、はい、はい、じゃあスルッと流して、じゃあ見て、皆さんお願いします。気になるところだけ残して。ではペンネームポンチャさんからです、はい、私の思う地獄楽名シーンは、はい、第4話放送でフチ君が侮辱するなら許さないと岩鉄祭に剣を突きつけたシーンを挙げさせていただきます、うんうんうん、原作のこのシーンで私はフチ君のファンになったわけですが、アニメで市川さんのこの第一声を聞けることを放送前から楽しみにしていました、うん、このシーンはフチ君のお家や職務に対する誇り、うん、そこからフチ君の人格の気高さまで一発でわかる名台詞なわけですが、実際のアニメを見てアニメオリジナルシーンや市川さんの気迫がこもった演技など一連の約30秒間が一瞬で過ぎたかのように引き込まれました。これは原作ファンの私も小躍りしてしまうほど興奮しました、うん、めっちゃ褒められてるね。ありがとうございます。あの4話全く同じようなシーンをいただいてるんで、じゃあ続けて読んじゃうか、はい、ペンネームアリンコさんからいただいております、うんうん、私が思う地獄楽の名シーンは、うん、第4話の解剖が楽しくてたまらない気持ちが溢れているフチ君です。、顔についた血を拭く時のフチ君がアップになるのですが、口元がにんまりと描かれていて、あ、楽しくて仕方がないんだな、可愛いなと何度も繰り返し見ています。市川さんの演技も解剖のことになると興奮が抑えられずにだんだん盛り上がっていくところが本当に大好きですというところなんですけど、さっきポンチャさんがおっしゃってたシーンで裏で流れてたところですね。見てくれてるね。いや、ありがたいですね。で、今思い出したんだけど、唯一市川君と、うん、あの別な収録の日があって、はいはいはい、で先にあの青井君の声を聞きながら僕が芝居したんですけど、うん、なんかその解剖あの敵の死体かなんか見て喜ぶシーンで、なんかあわははみたいな、もう台本通りわははって言ってる、あのね、その一声を聞いて、あ、完璧やんって思って、もう可愛さといい、そのね、解剖好きといいね。実はあそこオーディションのセリフだったんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、そこもあの時からああいう感じで、うん、口だったらこうかなみたいな感じで演じさせていただいてたんですよね、うん、いや、一緒に撮れなかった寂しさがあの一言でだったよ。いや、ちゃんと口やってるよって。ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛い、うん、実を言うと僕、うん、あのオーディションで口を受けさせていただいたんですよ。そうなの。そう、うん、そうなんだ。で、もうあのシーンまさにやったから、うん、本物はどうやってやるんだろうって、いつも以上にちょっと、ね、そう、なるほどね、チーズでやったら、うんうん、あのやっぱ言われたディレクションがあったんですよ、オーディションの時に、うんうんうん、確かに、あ、なるほど、こういうことかっていうのがすごい腑に落ちたから、なんか僕の中でもなんかいろんな意味ですっきりしたシーンです。ありがとうございます、ね、そう思います、いいね、そうなんですよ。じゃあお二人受けてたってことですか。あ、そうです、僕は。そうなんです、ありがとうございます。そうなんだ、はい、ちょっと伺ったです。そしてじゃあ続いてこちら最後にですね、はいはい、こちらペンネーム猫軍曹さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の中で印象に残っている名シーンは第8話の弟子と師から天座が先生から一本を取るところです、うん、底の悪かった天座が成長していく様子、活字が苦手で小説を読まない私が小説を読んだくらい印象に残っている名シーンだと思っています。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。そうですね、漫画原作のみ、うん、
ご覧になってた方は、うんまあ、ここのシーンはオリジナルかなと思ったと思うんですけど、うん、小説版の方に、うんはい、あるエピソードで、そうなんですよ、あれがああいう風に見せられると思わなかったよね。そうなんですよ、だからそれもあってもう1話まるまる指定のシーンになりましたけど、ね、まあでも本当何がきつかったって、うん、あれなんですよ、うん、もう喉を潰され、うん、もうねわーってやった後に、うんカタスみたいな感じ。そうか、あのシーンがボロボロなんだね。そうか、そうなんですよ。順取りだとそうだよね。そうなんですよ。確かに確かに。もうちょっといいシーンにしたかったから先に撮りたいって思いつつも、うん、いやでもなんか俺からは言えないと。監督の方からなんか先にやりますとか言ってくんないかなと思ったけど、ならなかった。このまま。そう。でもあれさ、お芝居のシーンの後ろにさ、ウルさんのあのエンディングテープ流れてんじゃない？うん、俺日曜劇場のテセウスの船って作品が好きで、ああ俺も好き。あのウルさんの主題歌がいいとこで流れるじゃないですか。うんいいすね、お芝居バックのウルさん最高っすよね。いや結構マニアックなことあるかもしれない。いやあのシーンそれもあって感動した。うんうんうん本当だったらねもう耳に音返しながら音楽返しながらやったら、うん、なんか朗読劇みたいな感じで、うん、さらに気持ちが乗ったんだろうけれども、うん、やっぱねそこお芝居だけでやるのがアップですから、でもあれですよね、うん、あの V の中には入ってたんですよ、ちゃんと入ってきて入ってたんですよ、こうなるのかと思って、ね、そこでちょっと結構危なかった、そうもうその時点で神回の確信がありましたね、エンディングバックの芝居してみてえなやりですよなんかそれこそ朗読イベントかとかがあったらね、地獄やりましょうよ、イベントみたいな、どっかの島でやりましょうよ島でカラフルな花咲いてるところで、ね、なんか怖い怖い怖い、南の方でやりましょうよ沖縄かな、ね、ということでありがとうございます。ということで、はいはい、まだ続けてますか、ちょっとね、急遽メールが差し込まれましたよ、はいはいはい、ペンネームバベル19さんからです。ありがとうございます。海田優子さんが声を当てているシーンは全部好きです、うんまあ、要するに天仙様のシーン、すごいな天仙様シーン、ね、あの独特なニヒルな声でシニカルに発せられるセリフを背景とした動画には痺れるものがあります。もう以上です。海田優子さんへの思いが溢れてる、うん、天仙様本当に素敵ですよ ね、スワベさんもそうだし、ね、スワベさんもムーダンがすごく好きで、うん、なんかどんな風にムーダンを演じられるんだろうと思ってたんですけど、うん、もう色気が、うん、ムーダンの色気がムーダンって感じの色気がムーダンって感じのガンダムみたいなそんな響きもね、広きがね、そう響きがでもなんかこうちゃんとその、うん、天仙様のあの、うん、個体ごとに、うん、全然そのそなんて性格がやっぱり違うのを見ることにもお二人はもう、うん、そんなに明確に違うキャラたちじゃないじゃん、うん、荒々しいのがいてみたいなんじゃなくて、みんな割とフラットな感じで、うん、あんな違うもんなんだなっていうね、声色をなんかすごく変えてるとかじゃなくて、ね、なんか本当に性格で変わってる感じがするのがすごいですよね。そういう話もしてましたからね、なんか言ってたって同じ声、うん、同じ顔、うん、だけど一人一人違うみたいなこと言ってましたよね。そうやって書いてあった、そうそうそうです。いやあれを2人でやってるっていうのがすごいよね。すごいね。本当に大変だろうなとも思う。大変だろうなと思う。あれオーディションとかどうだったんでしょうね。なんか全部のキャラをやっぱ全キャラやるのかね。聞いてみたいですよね。ねちょっと今度あの2人の話も聞いてみたいですね。確かに確かに。はい、ということです。はい、続いていきたいと思います。はい、ペンネームかなめさんからいただきました。ありがとうございます。印象的だったのはガビマルさんとガビマルさんの妻ちゃんのお風呂会話です。妻ちゃんはい、はい、あなたは大将ですが、あなたは大将ですが軍師は私、や髪で顔を隠さなくていいというガビマルさんの彼女への思い、彼女のガビマルさんへの思いにキュンときてしまいます。そんな二人が早く再会して幸せになれますように祈っています、ということでいただきました。いやもう嫌いな人いないんじゃないかと思うぐらいですね。あの夫婦ですね。なんであんなにいい人が里にいるんだろうね。本当ですよね。あの里で、ね、本当に。あんなに心が清らかな。おさめっちゃ怖いですけどね。なぜあれからあれが生まれるのか。本当だよね。不思議。まあ、あと毎回思うけど妻ちゃんが出てた時のなんか作画の本気度というか、ね、絶対可愛く描くんだっていう、ね、なんか執念のようなものを感じる、ね、みんな、ね、好きなんだろう ね妻ちゃん、妻ちゃんが、妻ちゃんって言い方いいですね。妻ちゃんいいですね。妻ちゃんお芝居も素敵で、ねね、しかも多分あの二人同じ時には収録できてない、ね、ってか、あえてあえて、ね、あの別な時間にずらしてるっていうのも意味深だよね。いいですね、なんかそれも
歯がゆいですね。ね、あ早く出会ってほしい。だからあの二人はそういう一緒のシーン撮ってるけど出会えてないんだよね、まだね。そうか。だからね、本当に巡り合う時が来たら、その時はちゃんと満を持して同じ時間で撮ってほしいですね。それは熱いな。立ち会いたいですね。じゃあ俺たちずっと後ろに立ち会いたい。俺たちは後ろで趣味に残ってよ。みんなで見てよ。みんなで見てない。いやまあちょっと皆さんはね出番あるかもしれないんで。じゃあ僕は調整室から、なんかトークバックから、ね。そのシーン思い出してもらおう二人に。回想シーン。回想ね。アニメは回想シーンがあったら出るから。確かに見えますよ。オリジナルが挟まる可能性、ね、あるかあるかもしれないよ。監督お願いしますいいタイミングで回想シーン行きましょうよ、ね、行きましょう行きましょう、はい、ということで皆さんたくさんのメール、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということでお届けしてきましたが、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。後ろのカウントが5分5分ですよ、うん、はい、5分後にはもうアニメ地獄楽最終回が始まります。俺たち5分で打ち返れるのかな。私たち見たいですよね。やれるだけスタジオで流してもらえますね。モノアートのここのモニターでそのままで流れる、うん、流してくれるなら僕見てから帰ります、ね、そしたらじゃあちょっとあの飲んじゃなくて、ね、あ、そう飲んじゃなくてあるあるのあるの方で、ねということで、はい、赤ワインにしてもらったね。やる気満々だな。やる気満々だ。ということでいかがでしたか。ねえ、いかがでした。ねえ、それこそ。じゃあまずは飛び入り参加。願いを演じさせていただいておりました小市誠です、うん、いや本当に最終はどうなるかっていうところで、うん、楽しみ、はい、本当に皆さんに素敵なね、あのところをたくさん見てください。どうしたどうしたどうした。思いが溢れすぎてちょっと言いたいことが、ね、出てこないんですけれども、うんうん、ぜひ最後皆さんの本当に行く末を見届けていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちかさんも何か。はい、とうとう最終回ですね、うん、もうなんか今日この日をこうしてねキャストの皆さんともそうですし今ご覧の皆さんとも、同じ時間でこう迎えられるということはいやものすごい幸せだなと思います。まあ展開はねこうもう目を離せない展開でありますし、そうですね、目に物を見せてやりますね。目をかっ開いて3つ目もぜひぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。考えてたんでしょうね。そうそう、どこ何がある後、うん、気もそそろで気もそそろで考えてました。そんなドヤ顔だったぜ。決まった、はい、じゃあ稲田さんもぜひ、いやとりあえずね、前回からの、ね、引っ張り方でいうと、まあ、今の、ね、ダジャレ3連発のお兄さんが活躍することでしょう、はいはい、まあ、一方その頃我々は何をやってるんでしょうね、うん、作品としてアフレコはしましたけど作品として、ね、拝見するのは皆さんと同じタイミングなんで僕も一緒に楽しみたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、改めまして、山田専門主役市川葵です。今日は本当に皆さんと最終回直前にこうして、たくさんお話できてとても嬉しかったです。みんな触れてなかったけど、うん、センターの鼻かがねいやすごいですから。一番予断を許さないのは彼だ。そうですよ。いやもう泣きました。先生がかっこよすぎるからいけない。そう、目に物を見せてやるって言ってる場合じゃないですよ。そうです。まず1分早く来てる。そういう意味でもお楽しみに。どういう意味なんだろう。なんで本当にセンターの行く末もそうですし、みんな各々のキャラクターの、道も、最後まで見届けていただけたらと思います。よろしく。誰も触れてないけど中のシャツ素敵だから見せようよ、はい、あ、そうそう、プチくんっぽいね。黄色で骨なのよ、はい、プチくんっぽいよね。プチからプチを意識して着てきましたんで素敵、最終はよろしくお願いします、うん、この柄に免じて。改めまして山田朝右衛門天才役の小林雄介です、ご視聴いただきましてありがとうございました、まあ、僕は本当に8話でフェードアウトしている身にもかかわらずこうやって特番にも呼んでいただいて、まあ、改めてね天座の話をする機会を設けていただいて、まあ、まず役者も冥利に尽きるなというふうに思います。そしてもう9話以降は本当にまっさらな気持ちで、それこそ原作もオーディションを読んあの時に読んで以来読んでいないので先の展開が若干うろ覚えなんですよ。なるほど。それこそセンターを見てあれセあれそうだったっけここだったっけみたいなね。そうなんですよ。っていうのもあったりしたので、もう最終回がどういう形で一旦幕を閉じるのかもう本当に楽しみにしているので、もう気持ちは皆さんと一緒です、センターが無事なのか他の人たちの安否はどうなのか、というねハラハラをはらみながら、
見るのが地獄楽の本当の楽しみ方だと思いますので、この後の最終は僕の23時頑張ってなんとか見たいと思いますので、はい、みんなも一緒にドキドキしながらご覧いただければ嬉しいなと思います。本当に今日はありがとうございました。わー、一気に来た、すごい、なんか年越しカウントダウンみたいな感じ、みんなジャンプする？あれでしょ、地球ジャンプランまでやっちゃいけないでしょ。そうそう、30秒くらい、そう、トイレとか行ってくださいね。はい、じゃあ僕たちのコーナーここで一回決めましょうか。はい、ということで、今回お届けしたのは山田朝右衛門天才役小林裕介と、山田朝右衛門主演役小林千尋と、はい、ヌルガイ役小市誠と、神谷岩鉄斎役稲田哲と、山田朝右衛門役、山田朝右衛門淵役市川葵でした。はい、この後の最終回ぜひご覧ください。テレビ東京、テレビ東京、見てね、見てね、声に行きたい人は今すぐ行った、今すぐ行って、一瞬で、あと15秒だよ。